私からまた伺いたいんですが、翼の党と子ども未来党、候補者何人ぐらい立てるのか、おのおの両党首から伺いますか。今のところ1人。1人、はい、黒川さんだけの予定です。あ、はい、まあ、ちょっとよほどなんか情勢が、あの、なんていうか拡大していけばあれですけれども、まあ、最低そこのラインをきっちりやっていこうと。できれば比例ブロックどこから出たいですか。ですね、まあ、一応私はですね、まあ、党首に預けますと言っているんですが、まあ預けます。いや、だから東京か、これ11ブロックある中で、これ明確に議論を出したんですけど、一番とにかく古いのは四国、うん、四国、北海道で、北陸で四国、まあ、中国で東北、うん、この5つについては、うん、ちょっといわゆる都会ではないので、うん、駆動票が少ないので、そもそも定数も少ない、うん、ここはぶっちゃけもう厳しいと、うん、その次が実は東京なんですよ、うん、で東京が一番目立つんですよね。そうですね、うん、目立つのと駆動票むちゃくちゃ多いんで、うん、そうですね、ここは多分山本太郎さんも出てくるでしょうし、うん、もうすでに日本第一党の桜井さんも出てくるっていうところで、うん、東京は、あと本当選挙もね、めちゃくちゃ不利なんですよ。一番一票の格差が多いところで、東京人口増えてるのに定数増えないんで、うん、当選しづらいところでもあるんですよね、うん、だからこの定数17よりも北関東の定数19とか、うん、九州の定数20の方が敵が少なく、実は選挙戦自体も勝ちやすいというところもあるので、あの最終的にそこは、あの他党の候補者と、まあ、本人とも確認しながら決めると、まあ、他に入ってくる人も、例えば和也さんが出てきて、いや俺絶対東京でやりたいとか言い出すかもわからないんで、あの全然まだこの諸党構想で全然行き渡ってないので、例えば手越君が出てきて、いやちょっと立ちますやりますよとか言い出すかもわからないんですよ。その時にここが固まってますってなるのはちょっと避けたいので、あくまでも、ある程度票が見込める方については、この6区ですね、近畿であったり、まだ丸山隆君も立候補すると言ってるわけじゃないので、僕が勝手に近畿を挙げてるだけの話で、彼自身がそこを望んでるのかどうかもまだわからないので、本当に解散っていうのが実質上もう決まって、自民党の人たちがポスターをすり出すタイミングなんですけどね、僕は常に解散のタイミングっていうのは、選挙業者にポスター吸ってくれって言ったタイミングがスタートだと思ってるんで、それは必ず業者から来ますから、その段階で最終的に決める。それが出た段階から2、3日以内にはバシバシバシって入れていく。あと、黒川さん、党を作る前、道端工業っていうので、月2回、まあ、新宿駅西口地下で活動してましたが、最近は政治活動というか、そういった、催しはやったりしてるんでしょうか。最近は、まあ、ここどちらかというとやっぱり YouTube に力を入れていたので、まあ、それがメインになってました。ただ、まあ、これからまた選挙っていうのも見えてきましたし、まあ、一応ねコロナへの配慮も多少はしないといけないので、街頭の活動っていうのを、まあ、うちも別にそんなに、まあ、コロナ緊縮派ではないんですけれども、まあ、街頭での活動とかイベントごとっていうのは増やしていきたいなと。でこれちょっと党首にまた相談しようと思うんですけど、まあ、僕自分の選挙区以外に全国回れるとかあれば回りたいなと思ってまして、どっちみちネット選挙が主体なので、やっぱうちの支持者の人たちも他のエリアにもたくさんいるので、まあ、そのどこまでその現実の物理的に許されるかは別にして、僕11ブロック、まあ、少なくても選挙の前から選挙の中で回ってみたいなと。でそれはそのブロックで出られるその我が党の仲間の方と一緒に凱旋を企画して、でその時にうちの支持者、翼の支持者も来てほしいというような投げかけはしたいなと。YouTube の再生回数や登録者っていうのは、2019年の参議院選挙の時はどれぐらいだったんですか。今の方が増えてる再生回数。いや、あの時なんかもうビビたるもので、多分2万ぐらいだったと思うんですよ。で今が22万なんで、まあ10倍以上にはなってると。
じゃあ潜在的な票はかなり増えてるっていうことですよね。潜在的な票は増えてますが、まあ、これやってみないと分かりませんし、うん、まあ、そして今回その、まあ、おそらく一緒にやらせていただくことになるわけじゃないですか、うん、これがいい方にレバレッジがかかれば、まあ、いいわけですし、うん、ただ私個人のもちろんその票がどうのもちろんそれは大事なんですけれども、うん、どうやってこのネット上で今僕らが思っている思いとかを皆さんが共有してもらえるようになっていくかと、うん、まあ、これはなかなか簡単ではない、うん、まあ、無名より悪名の方がいいと言いますが、うん、まあ、どうしてもその立花隆氏というのが、うん、まあ、いいも悪いも、まあ、目立った人ですから、うん、場合によってはそのちょっとどうかなと思っている人たちにも、うん、もう一回振り向いてもらいたいわけじゃないですか。でもちろん知らない人に知ってもらいたい。これなかなかその戦い方としては、まあ、その初陣としての前回の国政選挙っていうのと、今回もある種の守りもやりながら、まあ、戦わないといけないという難しさはあるかと思いますし、まあ、そういう、まあ、僕はできる限りそのみんなで戦っていける選挙にしたいので、僕がどこで出るかっていうのは党首に任せますと言っているのは、まあ、僕はチームとしての戦いに選挙を投下したいと、強く思っております。まあ、6月5日、大変楽しみにしています。